ロシア軍のあまりの弱さに、世界各国の情報将校が泡を吹いているんだってね。らしいな。似た装備体系を用いる中国もまた同様だろうぜ。ウクライナ軍にはハイテク装備が揃っているし、ロシア軍はこれに阻まれた形になるね。さて今回は、ロシア軍戦車部隊が壊滅したシナリオを詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日に火蓋を切ったロシア軍によるウクライナ侵攻はすでに1ヶ月以上が経過し、総数19万人とも言われる大軍を投入して攻撃を開始したけど、ウクライナの首都キーウの陥落は果たせず、当初の傀儡政権樹立という目標の変更をせざるを得なくなってしまったんだ。この度のウクライナ侵攻はウクライナロシア両国ともに様々な情報を意図的に流して、自国の勢力が優位となるように操作しているとも言われ、双方の公式な発表のみでは正確な戦況を把握することは困難なんだよね。ロシア側が最大の戦略的な目標として侵攻していた北方ベラルーシ国境側からの、首都キーウ方面の攻略に失敗したことは間違いないようだし、ここで軍事的な成功を得られなかった同軍は一時的であれ後退したみたいだよ。またウクライナ側の不屈の抵抗が続いている中でも南東部のマリウポリ、アゾフスタリ製鉄所は、未だロシア軍側の激しい攻勢を受けており、最悪の場合同軍による完全な制圧が行われる可能性も脅かされるなど、危機を脱したとは言い切れない現況だということも確かだね。今回のウクライナ侵攻の得意な点としては、ウクライナ側の戦意高揚のためのプロパガンダである側面は考慮したとしても、戦力で完全優位にあるはずのロシア軍から複数の召喚級の、戦士が伝えられるなど強力な反抗を行っていることにあるよね。異様な戦況とも言われているウクライナ側だが、8年前の2014年にクリミア半島をロシアに制圧された過去の経験から、ロシア側の通信網を途絶させて作戦遂行を妨害するなどの手法が功を奏したためとも言われており、当時の苦い経験が生かされた形でもあるようだぜ。もともとはロシア軍側がやっていた敵の通信を麻痺させたり、さらには偽旗作戦と言われるような自分の行いを敵の仕業に見せかけたりして、自分の都合の良い方向へと進める戦術には長けていると思われていたんだけど、今回はウクライナ側が何枚も上手だと言えるだろうね。ロシア軍の電子戦と実際の特殊部隊スペツナズ等による一部目標への吸収制圧、そして正規軍との一連の作戦連動はハイブリッド戦術とも呼ばれ、現行サカス地方のジョージアをはじめ近年多くの成果を上げていたんだけど、ウクライナでは完全にお株を奪われた格好となっているみたい。振り返ってみるとロシア軍の侵攻を受けた当初、ウクライナのゼレンスキー大統領は、愛国心の高い国民へ手製の火炎瓶の製造を奨励して徹底抗戦をするように叫んでいたが、これには武器としての使用というよりも違う狙いが込められていたのだろうと思われるぜ。この気とするところは大統領自らが戦う意思を明確にすることによって、ウクライナ国民に対して戦意高揚を図る意味合いと、諸外国に対して多大な同情を喚起しウクライナへの武器提供など、物資の支援を獲得する意図があったと言って間違いないだろうな。一連のゼレンスキー大統領の目論みは見事に大成功を収め、今回の侵攻でその有用性に高評価を受けたアメリカ製の FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイルをはじめとして、各国から多くの武器支援を得ていることからも明白だね。特にこのアメリカ製の FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイルなどは、ロシア軍の侵攻阻止に多大なる成果を上げており、トルコ製の無人航空機バイラクタル TB に、イギリス製の NLAW などと肩を並べてウクライナの前線を支える救国兵器となっているみたい。無論ウクライナ軍も戦車を保有しており、もちろん今回も運用しているけど、世界最強と呼ばれるロシア陸軍の戦車部隊との正面からの戦闘はむしろ回避し温存していると見られ、敵攻勢主軸に対しては FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイルやバイラクタル TB2 を効果的に活用して、自分の戦闘消耗を少なくしてそれらを撃破しているんだ。要するにウクライナ側が発表する戦果は自分の戦意高揚の意味もあり、そのまま鵜呑みにしてはいけないんだけど、公開済みの各種の映像や写真からウクライナロシア両軍の損失を推定している。オリックスブログというオランダの軍事分析サイトに注目してみるよ。メディアの中でも比較的公正で中立と思われるオリックスブログによれば、3月22日時点まででロシア軍の戦車は少なくとも109両が対戦車火器などによって破壊されており、このうちの約 25% の28両が同軍主力戦車の T-72B3M であるという情報を公開しているんだ。T-72B3M といえば1973年に生産が開始された T-72 の最新型戦車であり、
開発時期だけ見れば日本の陸上自衛隊でいう74式戦車とほぼ同期のものなんだが、戦車大国と呼ばれた旧ソ連らしく複合装甲や 125mm 滑降砲など当時としては先進的な設計が際立っており、戦車マニアにはたまらない代物だろうな。当時の旧ソ連では T-72 に止まらず、これをはるかに凌駕する性能の T-80 も採用しており、これを補完する主力戦車として自国のみならず同盟国などでも広く用いられ、ライセンス生産も含めれば約3万両以上が生産されているため、そのコストパフォーマンスから戦車市場の中でも高い評価を受けているよ。また、旧ソ連時代に自国の T-72 のダウングレード版を中東諸国を中心に大量輸出しており、その中にはイラクも含まれていたんだけど、主として複合装甲の性能や主砲の威力が抑えられていた粗悪品だったとされ、後の実戦でその点があらわにさらされることになったようだね。それこそが1991年の湾岸戦争であり、ロシアから購入したイラク軍の T-72 はアメリカ軍の M1 エイブラムスや、イギリス軍のチャレンジャー1と対峙することになったが、はっきり言って全く歯が立たず一方的に破壊された映像が数多くのニュースやメディアなどで報じられていたぜ。当時の交戦地域において主砲の射程距離が長く、管制装置等の電子機器でも格段に進んでいた M1 エイブラムスからのアウトレンジ戦法によって、T-72 は次々と撃破され、かつてのような消耗戦ではなく、ワンサイドな展開は世界中の軍関係者から注目を浴びる結果となったよ。いくらダウングレード版といっても M1 エイブラムスをはじめとする、西側諸国の戦車に一方的な敗北を喫した経緯を受けて、現ロシアの T-72B3M は湾岸戦争の戦訓も考慮して近代化改修が一部施されたんだけど、結局は今回もウクライナで屍を晒しているんだよね。今回のウクライナ侵攻に投入されたロシア軍の T-72B3M には、現地改修によって車体上面を保護する鋼鉄製の防御板が急遽設置されているようで、このことからも FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイル等での上部からの攻撃に苦戦していることが伺えるんだ。このウクライナ侵攻でバイラクタル TB2 と並んで一気に知名度と評価が向上した、FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイルなんだけど、加えてイギリスが供与した NLAW 対戦車ミサイルはさらに歩兵にとって運用がしやすいとも言われているよ。NLAW 対戦車ミサイルって ?NLAW 対戦車ミサイルとはイギリスとスウェーデンが共同開発した兵器なんだけど、敵車両を直上から落下して攻撃するいわゆるトップアタック機能に関して、FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイルよりも近い位置からでも行うことができるため、市街地等での対戦車戦闘において大変有効であるとされるんだ。具体的に解説するとトップアタック機能を有効にする場合、FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイルでは約150mが必要となるけど、NLAW 対戦車ミサイルは同20mと言われており、装甲の薄い上部への攻撃がより行いやすいというわけだね。NLAW 対戦車ミサイルは日本の 110mm 個人携帯対戦車弾ラムのように使い捨ての兵器であるため、FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイル等のように反復して装填発射を行うことはできないんだけど、一人でも運用が可能でウクライナ軍が行っている対戦車戦術には必須の兵器となっているのが現状であり、戦訓として多くのことを学ぶことができると思うよ。一方で自衛隊は、携行対戦車ミサイルとして1式系対戦車誘導弾を開発、配備していたんだけど、熱源を発しない目標に対して使用することができず、システム重量が重い、瞬間光線能力に欠けるなど、現場からの評判が芳しくなかったこともあり、カール・グスタフ M3 を現在は調達しているんだって。しかし、1式系対戦車誘導弾の技術を活かした中距離多目的誘導弾を、79式対戦艇対戦車誘導弾及び87式対戦車誘導弾の後継として配備しているようだな。これは、6発の大型化した1式系対戦車誘導弾を高機動車に、照準装置等の FCS システムとともにまとめて車載化したものであり、撃ち放し能力や同時多目標光線能力、強大な射程にデータリンクによる見通し線外光線能力を持つなど、高い能力を持ち、行軍の際に持ち歩く必要もなく、高度な機動力を発揮して軽快に機動、陣地転換を繰り返し、また威力も高いことから現場からの評判も良いぜ。特に、現場の普通科部隊は目標指示装置のみを携行すれば良いことから、従来の対戦車誘導弾のように重いシステムを持ち歩く必要がなく、また攻撃時も安全に隠匿して行うことができるという特性がこの評判に一役買っているとされるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。